松岡真由最高の教師、王者、ビバントについに肉薄おっと、松下洸平、窪塚アイルラが絶妙講演し吉田洋も怪しくて、黒幕コーと。8月12日、松岡真由28、主演の土曜ドラマ、最高の教師一年後、私は生徒にされた、日本テレビ系、5時、の第5話が放送される。 8月5日には第4話が放送され、平均世帯視聴率が5.2%、ビデオリサーチ調べ、関東地区と、前回から0.8ポイントダウンしてしまった。しかし、配信サービスティーバーでは絶好調。いいね数では2.7万と、3万の日曜、TBS 系に迫る勢いだ。8月12日18時現在。 第4話、背景、世界に居場所がないと思うあなたへの内容は以下。九条リナ、松岡真由は、離婚の話を撤回してくれたフレン、松下公平、36に、自分がタイムリープしていることを告白。リナは信じてもらえないと思っていたが、ハスは、なるほど、合点がいった、と、意外にも受け入れてくれた。7月になり、 三年 D 組のうぐもり、足玉な19は、阿久津、藤崎弓矢15とこちら、遠回み16と進行を深めていた。その様子に問題児集団はイラついていて、前回、球条の担任剥奪作戦でミスした江波、本田瞳21は、仲間の顔色を伺って過ごす日々を送っていた。そんな中、 江波は三つ年上の幼馴染浜岡、青木ゆず、22から告白される。九条里奈は江波を呼び出し、その方とは叶わざい、関わりを断ってくださいと告げ、8月31日、江波はカッターナイフで浜岡を刺すことになると予告。江波が行きつけのカフェで考え込んでいると、須原久保塚あいる十九がやってきて、という展開。 視聴者の X、ツイッター、上の反響は、ハス用、ただものじゃないわ。リナの方が戸惑っててちょっと笑ってしまった、など、冒頭だけの登場だったが、ハスを演じる松下への賞賛の声が多かった。セリフの節々にハ散を感じられた。松下公平が、めちゃめちゃ自然な演技でびっくりする。あんな告白をあんな冷静に受け止める。